こんにちは。今回もドラクエライバルズやっていくんですが、今流行りの、ピサロのデッキを紹介していこうかなと思います。で、前回とだいぶデッキを変えまして、まずこいつ入れました。ベビーサタンの汁。テンションリンク。自分と相手の最大 MP が1増える。2コス3、2の時点で優秀なんですが、テンションリンクされてしまうと、こっちと相手も上がるんですが、やっぱピサロは上級ユニットがすごい多いから、高コストのユニットがすごい多いんで、このテンションリンクでお互い上げられてしまうというか、すごい嫌な動きになると。で、あとはこのガチャコッコ、仁王立ち、召喚時、敵ユニット1体につきプラス1すると。やっぱ守護っていうのが、先行アグロ相手に後攻でこれすごい刺さるんで、こいつも入れてます。で、はぐれメタルも2枚採用して、で、このドルマゲスがやっぱ強いなと思ってて、6コス64で11の分身2体出せるんで、実質、6コス86の性能になると。で、やっぱ、竜王とかグラコスとかゾーマで、終盤は、決めていくと。序盤から終盤にかけて、抜け目ない強さを誇っているんじゃないかなと思います。重すぎず、軽すぎず、非常に程よい状況で、マイルディーな感じで、インドカレーみたいな感じ、マイルドカレー。ジャシカ、小賢しいな。これいらない、いらない。で、先行ジャシカ、ガチャコッコ使えるんで、で、闇へのクノツがな、残すっていう手はワンチャンあるな。これ残しとくわ。オーレンか。やっぱスーパーレアっていうのはこのゲーム結構強くて、で、レジェンドレアも強いから、レジェンドスーパーが本当他のゲームの涙の強さ誇ってるから、ほきゃほきゃほきゃドルマーゲス。ここ、使ってテンションリンクでピサロナイト出します。いでよ私の眷属よ。で、多分相手はモーモンで、ピサロナイトを取ってくる可能性が高い。やっぱりこうなっても、1コツ引けなくても、ピサロとか出して、守れるから強えよな。完全、アグロでワロタ。小賢しいな。ゾーマか。大ガラス。大ガラス出ししかないな。大ガラス出して、で、相手のフォロワーを取るしかないわ、これ。取らないと負けなんで。だから次のターンガチャコッコでしっかり守ることできるんで、ガチャコッコ入れてるか入れてないからやっぱ違ってくると思うわ。この死後っていうのがな、このゲーム結構強いんで、ゆうちゃなーはぐれメタルきます。やっぱ安定感がさ、いつもより上がってるわ。やっぱ違うわ、前回のデッキと。一気に攻められて負けること多かったけど、はぐれメタルいきます。で、やっぱピサロはやっぱこの手札事項が結構少ないんで、そういった点もすごい優秀なリーダーかなと思います。ガチャコッコもいるし、なんかより強力になったな。すごいよな、このデッキ。しかも相手盤面を取っていくっていう小賢しいスタイルをつなげながら、能力の対象にならないっていうのがちょっとうぜえな。どうしようかな。ガチャコッコ1、5。強えな。綿棒に闇夜のクノツ使うの2、3、4使うしかないか。綿棒に闇夜のクノツ使うわ。で、次のターンドルマゲスを展開していくしか多分ないんで、レジェンドカードをいきなり消滅させていく。大胆すぎワロタ。ただこれさ、次のターン5点くらい、もう10点くらいくらいそうやな。てか強これ。このわけのわからんカード、うん、強いぞ、うん、強いぞ、うん、ただ能力の対象にはならないぞ。ゆうちゃん、初心者か死亡時キャンでもうぜえな。なるほど、でも、PP が上がったんで、てか、レジェンド出したらレジェンドの音楽になってんねんな。すぐにレジェンドカード破壊されたのか。もうこれドルマゲスいきます。これでちょっと何ターンか耐えてもらって、1枚の、そう言ってしまうか。でも、相手盤面どう取ってくるかによるけど、これ結構うざいんだよな、相手からすると。ドルマゲス出されるだけで。結構効くと思うんで、どうくるか。小賢しいなぁ。はぁーんや、女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 、私のキャラの海を、あ、ドルマゲスがで、顔に当たれ、もしくはドルマゲスにうーじゃなーバンバン顔狙ってきますやん。あ、リーサルだ。リーサルが見えてる件について、リーサルが見えてるリーサルが見えたもうアグロジャシカ強すぎマジで。ああマジで強いなアグロジャシカ。えぐっていうかこいつな、むしろこのなんかランクが下がる、もしかして下がらないか、なんか青い炎のやつマジでナーフしてくれ。ちょっとあれ強すぎやわ。ちょっと強すぎだろあれ。あれ先行あいつ出されたら10点くらいの確定じゃない？だって盤面出しても5-4残って除けられてしまった、また出してっていう5点毎ターンいくやん。ナーフしないであかんわ、あんなあんなカード、あんなこれガチャコッコはぶっちゃけいらないんだけど、まあテリーがな盤面を並べてくるリーダーじゃないんで、ここちょっと入れ替えるわ。高校だと残してもいいんですが、まあはぐれメタルのがまあいいと思うわそしてこのステージは私の、だ来るなって私の好きなステージはこれ、このなんか初心者をこう彷彿させる。私初心者なんで、このゲームの初心者やからすごいテンションが上がるわ。お腹しだーまあモーモンでモーモン守りつつモーモン攻撃して、テンションスキルとで、これが貫通。今思い出した、稲妻のカゴは貫通を持ってるんや。貫通はちゃはちゃはちゃ、プレミしました。いきなりもうなんかテンションスキル使うな。頭いいわ、もううぜ超うぜえわちょっと待って、これ負けるぞこれ。ベビーサタン行くか。テンションリンク打つとMP 上がるんで、ちょっとプレミしてしまったいきなりもうグラコスとりあえずなんやろな、ドルマゲスとか一気に出して戦っていきたいから、準備は整ったで盤面取っていく形かな。ちょ待て、これ負けるぞ冗談抜きで負ける。テンションリンク使って盤面を取っていきながら、ハッラーまずい負ける。ちょっと待って、これ負ける。あ、綿棒大きいな、綿棒出してパラパラン。はぐれメタルで顔殴るか。ガチャコッコはあまり出す意味がないんで、ここはぐれメタル出すわ。ただこれ縦に並べるというか、ブロックがあまり強くないのかな、ちょっと微妙なんだよな次ガチャコッコ2体出すとかいう動きも強そうやけど、大阪しだはらで、ちょっとモモンがな2体削られてしまったとかちょっと弱いな。こんなイエロー強いそれ強いな。あ、顔狙っていくのあ、でもそれ次のターンガチャコッコ2体並べるっていう動きができるから、で何だっけ、ギガスラッシュっていうのが横一列に並べ、なんかこういじくるカードあるから、そこもちょっと計算していきたいな。まあ、ガチャコッコこの辺に出しておくか。ギガスラッシュを警戒してこんな感じで出して、でこれ攻撃してもしゃあないんだよな。233攻撃してもしゃあないよなまあドローソース狙った方がいいか。ちょっとでも仁王立ちが10点分あるんで、そう簡単には突破できないと思ってて、ガチャコックは結構優秀やな。ほんにゃーガチャコックはかなり優秀だけど、こいつだけなんかブロックの演出が出てないけど大丈夫かこれまあもううぜうざで、相手も多分攻撃してこないんじゃないこれ。多分攻撃してこないね。攻撃したら多分負けやろガチャコッコゲーやんこれ。ガチャコッコゲーで笑たていうかなんでプレミアやからか。なんかこいつだけなんかガチャごっこの演出がなんかこう城のマークがないんだけど大丈夫これ。まあ、ターン終了していくと。なるほどなるほど。お互い綿棒をなんか一生懸命いいように使ってんな。竜王来た問題もより竜王行くけど、プレミなくしていきたいんで、とりあえずじゃあここは、こういう風な動き取っていくか。で、ガチャコッコで取って、で、ガチャコッコでこっちも取って、取っていきながら、竜王で、ここを追って、ウォールを張っていくと。あ、うまいわ。すごいうまいわ。で、こいつで、まあ、顔でいいと思うわ。あ、オーレンも大きい。あ、これ勝ちやろ。あ、これ負けたらなんかすごいと思うわ、逆に。ウォールもしっかり張ってるし、ガチャコッコいるから、封印。ほらかしら。あら。はぐれメタル置いていく。ガチャコッコを大打ち取りながら、これ顔狙ってくんだよ、顔。あ、盤面取っていく。うちゃなー。盤面バンバン取られていくんやけどまずい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 。どうしてこうなった。敵に手じゃ死亡で9個でも9個する意味がないんで、まあオーレンかな。オーレンで、このめんどくさいフォロワー取ってで、まあこいつで攻撃してはぐれメタル鬱陶しいんで取っといて、でまあ、大ガラスでしっかり守っておきながら、どうしようかな、これ。闇へのクノスとかあんまり意味ないよな、これ、ぶっちゃけ。テンションスキル打ってもテンションスキル使うわ。この方が強いかな。で、次のターン、グラコスまたはゾーマ。グラコスもゾーマと同じじゃ強いんで、いや、ゾーマ行くか、ゾーマ。能力をこう封印するとかさ、チートやろこれ。ナーフしろこれ。これ強すぎ。あ、はよナーフした方がいいよ。早急な判断お願いしますわ。で、これ、7コス44の雑魚カードやん、これ。うぜえの出てきた。タイヤマシン。これ強いんだよな。タイヤマシンマジで強いんで、ウィーは、やってくることが小賢しいの上位互換やな。ただ、てか、竜王が封印ってマジで強いな、これ。これナーフしろよ、これニュートラルか、これ。サイレスとかいうやつ強くないこれゾーマも一応対抗できるよな。なるほど、なるほど。で、盤面を相打ちでと、盤面重視か、なるほど。で、3点、なるほど、なるほど。であれば、ゾーマ出すよりも、グラコス行ってしまったが強いかな。いや、ゾーマを行こう。ゾーマ行こう。で、相手の次のターンの攻撃を封じて、で、このタイヤマシーンを取っていくと。36のフォロワーを。あ、ゼロ？服はいいか？あ、タイヤマシーンか。タイヤマシーンマジ強いよな。これになんか仁王立ちとか持ってたら完璧やったのにな。イラスト的にも仁王立ち持ってそうな雰囲気漂ってるもんな。でフューチャーだー。まあ相手は光の衣を打たないと、ダメージを受けない。すべての効果を受けない。さすがにゾーマ出されたら、ゾーマ出したもん勝ちじゃないこれ。先行ゲーやん、それだと。開けない先行有利だよな。でもこのゲーム今10個差、10個差あんのか。なんか超越みたいなカードもそのうち出んのかな。相手の行動をスキップせん。じゃなー。かぼちゃ弱い。かぼちゃ弱い弱い。もうひたすら顔を狙うしかないもんな、こうなってくると。まあテンションアップ使って、まあ、イカズチの刃を得ながら、まあ、全部顔を狙っていく形かな。3、3で、もう、うわ、強っ。もう、残り3点しかない。小座てか、次のターン、なんか、剣装備系来たら負けじゃないこれ。ちょっと待てよ、勘弁してくれよ、負けとかそんな簡単に負けてもらったら困るんだけど、ゾーマとかいうチートのカード出しといてさ、グラコス出すわ。グラコスでもう一気に守って、ウォール張って、で、4点、取って、で、PP、MP1 個増やしにしといて、で、サタンもここに出してこい。完全防具。完全防具で笑った。3点、なんか、武器系装備で3点以上のカード来た負けだけ。あ、4点だ。よし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 、いいぞ。4点である限りは強い。このタコをな、破壊しないといけないから、これ強いんじゃない？これ次のターンリーサルやしな。いや、これいったやろ。縦魔人がちょっとうぜえけど、これいったやろ、ぶっちゃけ。いや、いった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 。これは行くわ。行く行く。なんか剣で装備して、なんかこう、戦っていくカードがなければほぼ勝ちなんで。ユージュエラー女女小賢しいな。はらさあ、どう来るか。失礼。まあ、これ 1枚ドローでできるから、まあ、これあんまり使えないな、でも闇の供物。1枚採用でもいいかな。なんかフォロワー、ユニットをこう破壊するっていう動きはちょっと弱いんで、やっぱ盤面重視の、こう、シャドーバースと違うから、ユージュエナーはらなるほど、なるほど。別に攻撃力が上がろうが、体力が増えろうが、攻撃力が上がって体力が増えろうが、全然問題ないんで、ここは。まあ、盤面を取っていく。かなかしだかなかしだうぜえな。なるほどなるほど。なんか強いカード来い。弱っ。なんかここランダムに1体2マイナス2マイナスできる。1マイナス1マイナスか。うまいことやればなんとかいくさやな。とりあえずじゃあここは2点のフォロワーまず取いたから、まずこいつで取って、プー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 。まあ骸骨も出すわ。出して、こいつでまあ取って、まあこいつで取る。で、こいつで、まあ回復、まあこっちの方がいいかな。こっち取って、で、闇への供物で、もうプレイングが完璧すぎて笑った。オッケー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 。で、このタコの破壊して、まあ、タコを攻撃して、で、ウィッチネイルをここに出すことによって、しっかりウォールを張っていきながら相手の攻撃を防いで、で、闇の供物、もう打つか、ここ。こいついらないよな、ぶっちゃけ。闇の供物打つか。打つわ。打って、消えてもらって、で、ウォールはしっかり張られてるから、よしよし、オッケーオッケー。で、盤面取っていって、で、こう使う。しっかりデッキを圧縮しながらドルマゲスとかのこう高フォロワーの残りで5点やろ。で、ウォール張ってる。もうこれ勝ちやろ。これ負けたらやばいな。こっから負けるってどういう、勝ち方があんねやろ。今、闇の衣もまだ剥がれてないって感じかな、これ。剥がれてないよな。あ？小賢しいな。何今のカードは何や。ギガブレイク。縦一列の全てを読んだ目、味方リーダーの、弱いわ。3点。なんで 3？ ちょっと待って、次のターン、リーサルが見えてる剣について。ドルマゲス来た。いや、これはウォール突破できないわ、さすがに。勝った勝った。で、ウォーテンションスキルもバンバン使っていって、小賢しいなぁ。いや、これは勝った、絶対。絶対勝った。いや、ドルマゲスが、一気にこう、ウォール張れるから、バチコリ。で、ターン終了するだけで1点回復していく。まあ、相手は3点の武器を持っているけど、多分盤面突破できない。これ2列の6体出しは盤面突破できない。ギガスラッシュとか使っても、1列突破してもこう 2列目がいるから、まあ、取り方がな、例えばこう、盾を1列破壊するとかやったら取れるわ。さっきのなんかギガブレイクみたいな感じで、盾のフォロワーユニットに取るってなるけど、でもドルマゲスの分身がいるから、ここに。こっちを取らないといけない。いや、全部の縦一つずつの列にドルマゲスおるから勝ちました。いやー強いな、ドルマゲスがやっぱ強えわ。まあ惜しかったな。あー相当頑張ったと思うわ、無課金のなりには。まあでもカボチャとか入れてるから、まあ無課金じゃないのかな。これは勝っただろうさすがにこれ負けたらやばくない？だって悩ましいな。いやこれ勝ちやろ。で相手の手札1枚は光の真珠、光のなんとかで決まってるから、よもやその程度とは驚いたぞ。こいつ放置しとるなあ。もしこれ放置で終わったらちょっと性格がメンヘラ男子になるな、メンヘラ男子。え、まさかの放置？放置やめろよ。おい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 、初めての放置、放置。うおお私のターンあー、うざすぎるわ。マジでこういう性格悪いやつ消えてほしいわ。てか、あリタイアすんやったら早くリタイアしちゃうよ。お前の勝ち。リタイアすんやったら早くリタイアしろよ。うぜあーうざすぎるわ、マジで。放置して負けそうになったらリタイアとっとしていくとか。だったら殴らせろよ。せめて HP をゼロにさせてから負けてくれよ。快感すら与えさせてくれないのか？本気！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 小賢しいだ。ちょっと繋がらないんで、ちょっと一回キャンセルをして、もう一回入っていくと。いや、でもやっぱ夜ドルマゲスが結構優秀なんで、あれ繋がらないぞ、これ。ランクマッチが繋がらない件について繋がらない繋がらない繋がらない。もうさっきのやつのなんか影響か知らんけど繋がらなくなってしまったわ。フリーマッチちょっと行こうかちょっと繋がらないって繋がらない繋がらない。あー繋がらないな。もういいわ。もういいや。なんかもうやる気失せたわ。